透明人間玄丸は、1949年9月25日に、大映画公開した、日本の特撮映画、モノクロ、87分。大映画、特撮の大化、つぶらや英二の戦後復帰作として、大英京都撮影所で制作した、日本初の大トリック映画である。神戸の山の手に構える中里科学研究所の中里、建造博士は、弟子の関京介と、 黒川瞬時に研究を競わせ、先に成功した者に褒美を与えると約束した。二人とも博士の霊場である町子との結婚を望んでいた。黒川は物体を透明にする薬品を研究中だったが、中里博士はそれをすでに発明していた。マウスや猫など多くの動物で実験に成功していたが、人間には試していなかった。それは元に戻す。 還元薬がまだできていなかったこと、そして透明薬の副作用により、生物の神経に異常をきたして、凶暴にするためである。そのため、透明化薬のことは弟子にも秘密にしていたのだ。ある日、研究所を訪れた出資者である、自称薬品会社社長の河辺一郎は、中里博士から透明化薬の秘密を聞き出し、悪用することを思いついた。時価800万円の宝石。 アムールの涙に就寝していたのである。ある晩に覆面をした二人の男が拳銃を持って研究室に現れ、博士は車でどこかへ連れ去られた。後には数日出かけるので警察に届けるなという博士の書き置きが残された。研究所を訪れた川辺は黒川に大金を渡して旅行を進めた。黒川のアパートに博士の使いと称する男が現れ、 それから、黒川も、消息を絶つ。やがて宝石店店舗堂に、顔を包帯でぐるぐる巻いた男が現れた。男は、店員の一人と面談して、中里健造の名刺を渡し、ダイヤ、アムールの涙を渡せと脅し、包帯を解いて、透明人間となって、店員を襲い、ダイヤの持ち主を聞き出して、姿を消した。続いて、夜の街で透明人間が、 不老者から服を奪うが警官たちに追われ、服を捨てて姿を消す。また、ダイヤの持ち主である、長祖壁きみ子とその友人で、花形女優の水木隆子がいる部屋が透明人間に襲われたが、隆子の起点によるダイヤは無事だった。恐るべき透明人間の存在が、新聞によって報道され、その正体は中里博士であるという風文が広まる。 研究所は警察に調べられ、思い悩む町子。兵庫県警の松原捜査主任は、研究室の薬品と資料の秘密と棚を見つけ出し、博士の日記に、私が失踪したら、研究の権利を川辺一郎に譲ると書かれていることに注目する。日記からは透明化薬を使ったら、死ななければ、元には戻れないことが判明する。町子が席にアプローチしているところに、 川辺が訪れて、二人の仲を咲こうと画策。川辺は関に、黒川君は誘拐されたんだよと教えたため、関は川辺に疑念を持ち、警察を訪れて、松原捜査主任に相談する。川辺の正体が宝石ブローカー団のボスであることがわかる。川辺は、ダイヤを預かっている、水木隆子に接近する。関は、川辺が怪しいことを隆子に告げて、協力を依頼。 川辺は、龍子からダイヤを預かった町子を車で連れ出させ、途中で、包帯ぐるぐる、巻男に奪わせる。その包帯男は、川辺の部下で、中里博士に罪を着せつつ、ダイヤを奪おうとしたのだが、松原主任が張り込みさせた警官たちに捕獲される。そこへ透明人間が現れて、男を口封じに視察して、ダイヤを一味に届けるが、一味は、偽ダイヤと知る。 関がいる研究室に透明人間が現れて正体を明かす。それは黒川だった。透明人間が中里博士でないと知って関は安堵する。透明人間がタバコの煙をくすぶらせながら行きさつを話し出す。数日前、博士の使いと称する男たちに連れ去られていた黒川は、博士の身代わりの実験台として元の姿に戻れる。 還元薬があると信じ込まされたまま、透明化薬を処方して、透明人間になった。一味は、アムールの涙を奪ってきたら、還元薬を渡すと偽って、凶暴になりつつあった、彼を使って、ダイヤを手に入れようとしていたのだ。黒川から還元薬をくれと言われ、還元薬が完成していないことと、死ななければ、元の姿に戻れない事実を言い出せない席。 そこへお茶を持ってきた町子は、そこに黒川がいるとは知らずに、席に求愛する。町子に裏切られたと思った、透明人間、黒川は窓を突き破って去る。川辺がいる前で、龍子は、透明人間が、偽セダイヤに気づかなかったことを嘲笑する。川辺は、中里博士が見つかって保護していると言い出し、龍子が席を外した隙に、 ダイヤを身につけた町子を龍子の家から車で連れ出す。龍子、関、松原捜査主任が集まり、川辺が町子を自邸に連れ去ったと知る。それを窓の外で立ち聞く、透明人間、黒川。黒川は、警察のサイドカーを奪って、川辺邸へ急ぐ。運転手の姿が見えないまま、警官たちの静止を振り切って走るサイドカー。川辺邸で、 川辺は町子を部屋に閉じ込めて、ダイヤを奪って、彼女を物にしようとする。博士が地下室にいると立ち聞きした、包帯男が地下室へ降りて縛られていた博士を助ける。一方、川辺が町子を襲う部屋には、透明人間が現れて、川辺を部屋から追い払い、町子からダイヤを奪う。透明人間は、川辺ら一味がいる部屋にダイヤを届けて還元薬を。 要求するが、川辺は、還元役はない。博士に騙されたんだよと嘘吹く。博士を呼びながら、地下へ降りる、透明人間。博士を助けた、包帯男の正体は、黒川の妹、龍子だった。博士は、透明人間の声からそれが黒川と悟り、龍子も驚く。松原主任が指揮する、警官隊が、川辺邸を包囲し、取り物、銃撃戦になる。 川辺は松原、関羅の追求に白を切り、海辺で拳銃を振りかざして逃れようとする。川辺に騙されていたと知った黒川は、その拳銃を奪い取って、ついに川辺を射殺。松原主任は黒川に君も犯した罪からは逃れられないと通告。拳銃を振りかざして逃げようとする透明人間に竜子は止めようとすがりつく。 黒川と警官隊の銃撃戦。黒川の銃弾で負傷した松原主任に、ついに隆子は兄を射殺してくれと頼む。銃撃の末、突然苦しみ出し会へ入る透明人間。海に浮かんだ遺体は、元の黒川の姿に戻っていた。海辺に立つ一同。中里博士が、自分の研究により、世間を騒がせて申し訳ないと松原主任に謝り、 物語は幕を下ろす。透明人間とは、H.G. ウェルズが SF 小説、透明人間において創造したキャラクターであり、特殊な薬品によって、姿が透明になった科学者が、数々の事件を起こすという筋立てである。本作は、1933年公開の、ユニバーサル映画作品、透明人間を研究して作られており、顔を包帯でぐるぐる巻いた男がそれをほどくと、 透明になっているという点が共通している。ただし、ユニバーサル作品の方は、透明人間が、殺人だけでなく列車転覆などの大暴れをするのに、比べると、本作では、暴れ方がやや地味な印象である。本作は、当初、奥田久志によって、透明魔と、課題された。奥田によると、ちょうど東方を公職追放されてフリーだった。 つぶらや英二が京都にいたので企画を見せて協力をこうたところ、つぶらやは、これ絶対面白いから、試協力しますと約束してくれた。おかげで企画が通り、この戦後、つぶらやの本格復帰第一作映画が制作されることとなったという。公開当時、透明人間がタバコを吸う特撮シーンが評判になった。この他、透明人間が拳銃を発射したり、 サイドカーを運転する特撮シーンなどもある。後に特撮の神様と呼ばれることになる津村屋にとって本作はキャラクターものとしてはゴジラ以前の初期代表作とも評されている。しかし津村屋は本作での力量不足を理由に大英への入社を断っており、その後は東方の透明人間で同じ題材に再挑戦している。 報道資料によると小学生向けに作られたものであったが、字幕に、科学に、善悪はありません。た、それを使う人の心によって、善ともなり、悪ともなるのです。のメッセージが示され、大人の鑑賞に耐えうる作品として制作されている。本作では、小竹歌劇団の男役スターだった、水野江滝子のレビューが見られる。戦後の占領期は、権劇禁止であったため、 時代劇のスターであった月形龍之介が現代劇で発明家の科学者を演じている。後に大英の化け猫映画、階段佐賀屋敷で悪家老、磯場屋、無前役を演じる杉山昭三九が杉山剛として悪役を演じている。ありがとうございます。